はいどうもラメリーです。今回もですねコラボさせていただいております。どうぞ。はいどうもこんにちはグリーンです。よろしくお願いします。誰いや私だよ。はいでは今日は何やるんですかラメリーさん。今回はマリオメーカーですよ。出ましたねマリオメーカー。出てしまったな。コースを用意してまいりましたので、お、はい、このステージを一緒にやっていくと思いきや思いきやグリーン2機にクリアしていただきましょう。俺だけなの？なんで僕がやるのはおかしいんで。まあそうだよね。はい、うん、まあよろしいだろう。はい、なんと今回実はヒカキンさんのコースでした。ドッキリ。うおーい。どういうことかと言いますと、今日はコラボ相手のグリーンカッツさんに僕の用意したステージをやっていただきますと伝えておりまして、あたかもラメリーが作ったコースをやらせると見せかけてヒカキンさんのコースをやらせたいと思います。まあ用意したのは僕なんで嘘じゃない。今日はね、どんな反応を楽しむかってとこはね、僕は結構いつも意地悪なコースを作るんですよ。だから多分グリーンニキは今日も意地悪なコースやらされるんだろうなって思ってるはずなんです。で、俺の予想なんですけど、こんなのクソコースじゃんとか、コースをね、クソ呼ばわりしてくれると思うんですよ。なぜならヒカキンさんのコース結構理不尽なんで。で、最後クリアした後にネタバラシした時に、散々自分がクソクソ言ってたコースが実はトップ YouTuber のヒカキンさんのコースだったらどんな反応をするんでしょうかということでね、楽しみすぎる。それでは見ていきましょう。皆さんね、今グリーンニキは僕の画面を見てないんですけども、このステージでね遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。どこまだまだですよ、まだですよ、まだですよ。僕には心の目があるからね。目を開けてください。あれ目開けてんのに前が見えない。目開けてんのに前が見えない。早くして。はい、じゃあこれを握って。はい、朝だ。はい。これちょっとね、スタートボタン禁止で、見たままやってほしいですね。はい。すごい。あ、すごい。上ないと。上はないですね。ごめんなさい。あ、これね、猫なくてね、死ぬんだよ。まあ、はい、ラメリーのことだからね、これぐらいはやってくれると思いましたよ、僕。クリアできないステージでしょ、本当は。あー素晴らしいステージでしょ。くどこかしら。ここですよね。ね、あ、ちょっとさっきと、うまい。今のはリカバリーはうまい。さあ、ここで。おーうまい。あ、撮影しちゃった。嬉しさから。嬉しさから撮影しちゃいましたけど。わー、すごい。わー、これはここまで食らっちゃうけど。あよし。こうだ。うまい。お前さ、ロスに避ける。で、これマグナムキナーが作るけども、おっと、ヒップドロップで倒していく。さあ、スネークブロックですね、これは。蛇のように。ええで。悪くない。いいぞ、いいぞ。新しいとこ来たよ。さあ、ここの、やーやったら食らってしまうが、思い直すよ。素晴らしい。さあ、このスネークブロックを超えて、正直言って集中しすぎて喋れない自分がいるよ。実況者放棄してもらえるよ。大丈夫、そのためのボケですから。ああ、ここはやらしいな、おい。おい、いいな。ああ、やばい、痛いぞ、命取りや。あと一機っていうか、あと一機。うわぁくぁぁぁぁぁなんだおい嫌だわ、この人。よし、やるぁって言って。あぁあぶねぇへぇへぇへぇ危ない危ないやばいすげぇよ。いきなり新しいの来たよ、これ。はい。いきなりズドーンってくんだよ。あ、来た、なんかじゃなくて。ああ。大きいよ、いいよ。プレッシャーに耐えながら。うまい。進んで一気に。ちょっと試したいんですけど。はい。いいっすよ。ドリャー。うわー、すげえ。一気にこのとこまで来れる。ここは？ああ。さあ、ここからだ。猫マリオにはある。ドリャー。ショートカット機能がある猫マリオには。はい。はい。おお、すごい。先に進んだ。先に進んだ。来た。そうそう。で、なんだこれ。スターだ。取れ。あー、スターを取るんだ。来た、これ。どー絶対なんか落とし穴ある、絶対。よし。うわ、ダラー行くのかあブンブンがゴミのようだ。中ボスとは思えない。ブンブンしていく。間に合うのか、これ。ブンブンをブンブンしていく。あー、なんでさあ、ボスラッシュやっていきましょうか。ボタワッフォーボタワッフォー。声かよ、声。これいいかな。
え、ケノコないの？ケノコ。おばべだ、あば、おばべえーや。もうダメだね、これ誰からかだよ、だ。ダメだ。おらグリーンニキも何喋ってるかわかんねえし、ダメだ。さあ、これを。ブブだ。ブブでかくですが、これ。でかいブンブンですね。でかブーだ。おー、だけだ、お前。こんなタコタコタコするか、お前。ほら。お、すげえ。行くぞ、ほら。見えなくなっても踏める。迷彩ブンブン。あ、よいしょ、こんな。よし。じゃあ、スクール最後は。ナイス、はいはいはい、よかった。オッケー。で、これで鍵を開けて、ワープしていく。うん。オスラッシュっていうだけあって、多分。ほう。これね、何匹も倒さないといけないんだよ。あ、こいつはこれはプンプンだね。妹ですプンプン。 あ、そんなのいるんだ。かわゆいかわゆいので、これね、分身の術っていうのが今回あって、うん、偽物をね踏むとあんまり意味ないんで、そのうちの1匹は正解的なあれね。そうそうそう、赤い手裏剣だね、見分け方としては。あ、そうなんですか。これだ、ナイスー。オッケー、ようやったわ。お、俺が先に、おお。いや、俺さ、だってさ、そっちがだってファイヤーになるやん、それやったら。ほら、やったー。だけんだよ、競争じゃねえんだよ、これはよ。あ、ちっちゃけえ、なんか弟っすか、これ。さっきのね、さっきの弟っすね。あの、あータラちゃん的な感じっすか、あのタラちゃん、弟じゃないから、あれ。あ、タラちゃんじゃねえ。まあね、カツオとワカメを今倒したところの、今これタラちゃんです。あの、甥っ子ですね。甥っ子か。私を助けてー。甥っ子だよな。私、おいねえ、めえ、やりやがったな、おい。あ、すごい、中間だ。うれぇ。あ、やばい。ということは、やったー。大きくなった。どげっ、ザコどもが。ワカメだ、ワカメを倒さなければいけない。なに、ワカメ2匹、ワカメ2匹いる。そいつだ、やってしまえ。今回ワカメ2匹いるんで、ちょっと気をつけてください。なんやって、あ、ほんとだ。トゥルトゥルトゥル、あ、痛い。そっちじゃない、間違えちゃった。ワカメ、うオッケー、ワカメ、オッケー、ナイスわ。素晴らしい、よ、やった。これ、こういうボスラッシュ面白くないか。うわ、ちょっと待って、羽生えてんだけど。お、羽ぶん、羽ぶんぶんぶんだ。あ、これ、あの、配慮じゃないんだね。あの、配慮じゃないやつだ。こいつが出てくるだ。マジかい。あー、任せろ。あれ、いや、カキ出てきてんじゃん。え、カキ出てきてるよ。クロ、一応倒してから行こうぜ。逃げ落としちゃった、今俺。オッケー、よしよし、カキね、2個出てきてやってる。うわっ、よし。よし、グリーンニケの活躍により、ポンポン、あーあああ、あれ、なんでいけたの。ちょっと待って、え、なんでいけたの今。 なぜだ、絶対今倒してないよね。倒してない倒してない。なんでいけたんだろうか。なぜだろう、なぜだろう。おっ、ちょっと待って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 、これこれね、おい、ここで点滅ブロックで出るんだぜ。出て、うん、お、ちょっと、おー、なんでだよ。今、知識をさ、披露しようとしたところなんだよ。イエイ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 。いや、もうね、スターあるとね、カミック無視しちゃうから、逆にね、ちくわブロック見た方がいい感じのやつですね、あれね。あー、タイミング外されるっていうかね、取りづらくなると。そうそうそう、スターの場合はもう、本当に敵、そう無視しちゃうんで、当たり判定なくなっちゃうんですよね、あれね。よしよしよし、うまい、スムーズ、うますぎる。まあ、このステージはもうね、何回もやってるんで、実はもう。ほら、あ、よし、ここまで来れば、あとはもうテラピア乗って、あとは、まあ、カペックを踏んでいく、まあ、ここまで行くと、まあ、言うということですね。はい、はい、はい、ここまで来たら、ここまで来たら、はい、はい、はい、あー、来た、はい、うわー、すげー。まあ、私に任せてくださいよ。うわー、おめでとうございます。さあ、どうでしたか、このステージ。クソ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 。ありがとうございます。実はこのステージ、ヒカキンさんのステージです。いや、あの、僕ではあの、あれこのステージなんて言ったくて。あえて言おう、クソステージだよ。クソステージだよ、クソ、クソだ、クソ、こんなの。最後まで見てくれてありがとう。概要欄にツイッターとか載せてます。絡んでくれよな。ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。
ではまた次回の動画で。